はい、皆さんこんにちは。ウイスキーおじさんの佐々木です。今日はこの2本です。まあ、どちらもね、スーパーで1000円ぐらいで買える手頃なウイスキーなんですが、こっちの、カティーサークに今日はスポットを当ててお話してみたいと思います。このラベル、船ですよね。なんでこんな船にカティーサークになったのかと、もう少しその裏側にあるストーリーをね、話してみたいと思いますね。ホワイトラベル、こっちのデュアーズのホワイトラベルと飲み比べながら話してみたいと思うんで、もうストレートテイスティンググラスにね、この2本少し入れて蓋してます。後で飲みますんでね、お楽しみにしててください。では早速、このカティーサーク、この船のねラベルなんでなったのかっていうお話なんですけども、名前をどうしようのかと、でラベルのデザインどうしようかっていう会議が行われたらしいんですよ。当時でいうデザイナーさんなのかな、彼が1700年代に超有名だったカティーサークっていう補船、船をモチーフにする名前とラベルにしたらどうかなっていう提案をしたら、すんなりそこで通っちゃったと。それで今でも、カティーサークっていうウイスキー、世界で超有名なウイスキーと、カティーサーク補船の絵が描かれてるラベルなんですが、じゃあね、このカティーサークってどんな船だったんですかっていうところをもう少しこうちょっと幅広げていくとですね、1700年代かな、当時はですね、イギリス人は紅茶がもう大好き、今でもそうですね、ガバガバ紅茶を飲むんで、紅茶が大好きだったんです。でもイギリスの現地ではね、紅茶の葉っぱが地域柄なかなかできないということで、中国とかインドで葉っぱを栽培してですね、そしてこの船で、補船で、イギリスの港まで持ってくると。その時に紅茶を一日でも早く、飲みたいね、そういうニーズがたくさんあってですね、もう船主たちはですね、中国からイギリスまで持ってくる、一日も早く届けることを競っていたらしいんですよ。ということは早い船じゃないとダメですよね。石炭であったり蒸気であったりすると船が重たくなるので、ちょっとそれは向かないが、しかしですよ、帆がもういっぱいある補船だったら、船自体も軽いし、もうビューと行ってビューと帰ってくれる、カティサークっていうラベルに、採用したらしいんです。そしてもう一つ、この今でもロンドンのケンブリッジっていうところなんですかね、僕は行ったことないけど、ケンブリッジっていうところにこのカティサークの船、実物大で展示されているらしいです。でそのね、先っちょに、船首の部分ですね、綺麗な女の人のが馬の尻尾の毛を掴んでね、こうやって立ってるみたいです。ロバート・バーンズっていう国民的詩人がいましたよね。日本でいうとね、蛍の光が有名なのかな、タム・オ・シャンタっていう詩を書いたんですよ。その詩の物語がね、ざっくりいくと、ある農夫がですね、馬にまたがってテクテク農地から家に向かって帰っていると、途中でね、あれ教会なのかな、教会がざわ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 めいてるんですよ。このタムっていう農夫が、あれ何かなと思ってこそっと覗いたところ、気持ち悪い妖精のような魔女たちがですね、いろいろ、宴会みたいなことをしてるわけですよね。でその中で何っていう、魔女だけがすごく若くてすごく綺麗で、しかももう下着一枚でね、踊ったりしてるわけですよ。その、タムっていう、もう若い農夫のお兄ちゃんがですね、これはたまらんと、この何っていう魔女に思わず声をかけてしまったらしいんですよ。ね、日本で言ったら昔話みたいですよね。声をかけたら、なんと一気にその場はシーンとしてですね、あったり一面空は一気に暗くなって、雷はゴロゴロ鳴って、風もビュンビュン、雨もどんどん吹いて、このタムっていう農夫はですね、ちょっとなんか偉いことをしてしまったと思うわけですよ。そして魔女のナニーが振り向いた瞬間、この農夫見つかっちゃうわけですよね。そしたら偉い形相で、このナニーっていう魔女が
カムの方へ走ってくるわけですよ。これはまずい、捕まったらなんか食べられそうなっていう雰囲気があるので、農夫は馬にまたがって必死で逃げましたと。そしてこのナニーはどん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  馬と同じぐらい速いんですよね。やっぱり魔女ですから、うん、日本で言うと昔話で小僧さんがね、ヤマンバに追いかけられて必死で逃げるっていう感じですよね。ああいう感じで必死で 馬にまたがって農夫のタムは逃げますと。しかし、農夫の背中が手に届くぐらいまで追いつきました。そしてとある川に差し掛かったんですよね。で、言い伝えによるとね、魔女たちは水が大変嫌いだっていうことを農夫は知ってたんで、なんとかこの川を越えれば逃げ通せることができるっていうことでですね、川に飛び込もうとした瞬間、とうとうその魔女のナニーはですね、追いついちゃうわけですよ。追いついて馬の尻尾をガバーって掴むわけですよね。めっちゃ怖いですよね。で、捕まってどうなったかっていうと、馬の尻尾がガサーってちぎれちゃって、ナニーはこのまま毛の尻尾を掴んだまま、こういうふうに高々と上げます。悔し顔だったんですかね。うん。まあ、馬はもう尻尾がなくなってたまりませんけども、農夫のタムは命からがら逃げることができました。まあそんなね、詩なんですかね。それがロバート・バーンズの、タム・オン・シャンタっていう詩であるんですが、カティ・サークっていう意味は補選っていう意味の他にですね、女性の下着っていう意味もあるらしいんですね、カティ・サーク、うん、そういう意味でカティ・サークを着たまま馬の毛を高々と掴んでいる魔女のナニーの像がね、今でもケンブリッジのこの補選の選手に乗っかってるなっていう話でした。中国に貿易して一日も早く帰ってきたかった船主たちの思いがこもってカティサークの船をね、想像しながらこのカティサークを飲んでみても面白いのかなと思います。これこの2本を入れて今蓋してたんでね、10分ぐらい開けて、まずはカティサークから飲んでいます。はい、うん、ものすごくアルコール臭、これアルコールアタックっていうのかな、きついですね。うん、最後でも甘いグレーンとモルトの甘みがすごく届いて、まあ鼻に抜ける感とかはないんですけども、うん、ただちょっとアルコールの最初のガーンっていうアタックが気になりますよね。はい、で次これホワイトラベルを飲んでみます。はい、色はねカティサークと比べてホワイトラベルのが若干濃いですね。うん、アルコールのドーンとしたアタックはねあまりカティサークに比べて感じません。うん、どちらかというとこっちはちょっとシェリーっぽい味がします。甘いです。ガツンっていうカティサーク、アルコールアタックのするカティサークとどっちかというとまろやかなシェリー香のしっかり残るね、デュアーズのホワイトラベル、まあそれを踏まえて、まあ僕はハイボーラーなんで、炭酸をまたまたね炭酸入れてみますね。はい、トクトクっとこれ2対1ぐらいにしますよ。はい、まあね色もますますね、もうカティサークほぼ透明に近くなってきましたね。はい、透明に近くなってきました。うん、ハイボール美味しいです。まあでもアルコールアタックなかなか消えないんですね、カティサークは。美味しい、はい、ホワイトラベル美味しいですね。もうなんか戦略的にホワイトラベルは炭酸でも美味しいよ、美味しく作りましょうっていうのがこう戦略的に作ったのかなって思うぐらいね、炭酸に合いますね。うん、カティサークはキンキンに冷やして氷も入れて炭酸で割って鍋料理なんかね、この冬場合うんじゃないかなと思いました。でこっちのホワイトラベルはやっぱりバランスのいいね、
ソーダにもしっかり合う、うまくうまく作られたホワイトラベル、そんなイメージがあります。はい、いかがだったでしょうか。よかったらね、ちょっと面白かったなと思われる方はチャンネル登録とかコメントね、たくさんぜひよろしくお願いします。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。